姿勢 66mm 的弾銃は陸上自衛隊が昭和40年代から50年代にかけて試作した対戦車的弾発射機である。本法は対人対戦車兼用法である。使用弾種は対戦車的弾と対人榴弾の2種類である。初期の試作型では対人榴弾は合計 40mm であった。本法は 小銃敵弾の後継も兼ねており、それが敵弾銃という名称の由来であると思われる。昭和40年代の陸上自衛隊の不評装備は貧弱であり、不評の傾向する主力対戦車兵器は朝鮮戦争時代の旧式な後継8 9トルのロケット弾発射機スーパーバズーカであった。そこで後継装備として、 軽量小型の 66mm 的弾銃が開発されることになった。重量は64式 7.62mm 小銃とほぼ同等が開発要求であった。後継は陸上自衛隊が採用していた M31 ヒート、ライフルグルネード、またこれから発展した M72 ローと同じ 66mm である。使用目的は対戦車攻撃及び 一般地上目標の制圧である。主開発企業は、法和工業と大金工業。昭和44年度に第一次施策、昭和45年度に第二次施策が行われ、各2問ずつ、計4問が制作された。初期の施策型は法本体の部品の強度不足による破損や対戦車榴弾の命中率の悪さや、居手の負傷などの問題が発生した。 有効射程は200から400メートルほどであった。開発初期の昭和46年に大金工業が不利昭和47年度からは日産自動車の宇宙開発部が代わりに参加し、弾薬のロケット部分の開発を担当した。これにより、命中率は20%から80%へと改善された。開発は実用試験が昭和56年度まで続けられたが、 命中率の悪さやミリ 66mm の威力不足などの諸問題から結局採用されることなく試作のみに終わりスーパーバズーカの口径にはスウェーデンの FFV 社製のカールグスタフ無反動砲が 84mm 無反動砲として採用された。後部が開閉構造になっており開けて方針に装填しロックする。重心には4畳のライフリングがある。 砲本体は再使用可能である。グリップとバーティカルフォアグリップを握って肩に担ぎ、立射失射副射の射撃姿勢をとる。副射では2脚が使用可能である。ロケットの推進円から手を守るために取り外し可能な防炎立てが付属する。本砲の最大の特徴は、砲の後方に壁のある屋内や、 坊内から安全に発射することを可能にするために、発射の反動を相殺するためのバックブラストを発生させる無反動砲方法式ではなく、反動は法本体の周囲に配置された中体複雑器で吸収することにある。そのため、反動が大きく軽量化型であることと相まって命中率悪化の原因となったものと思われる。開発時には、 発砲時に重口が非常に大きく跳ね上がることが問題となったが、これは後退する重心がストッパーに当たった衝撃で起こるものであった。この時には弾はすでに重口を出しており、命中率の悪化は見た目の印象ほどではなかったという。ありがとうございます。